どうも、西村俊彦です。今日はですね、2点お知らせがあって、この動画を作っております。まず1点目なんですけれど、この西村俊彦の朗読ノートですね、チャンネルの収益化が、4月から止まっていたんですけれども、つい先日、また申請を出しましたら、収益化が復活ということになりました。なので、お気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、動画内でちょくちょく広告が出るようになっております。またね、ちょっと皆さんの立場としては、広告が挟まってくるのが面倒くさいっていうことかと思うんですけれども、ご不便をおかけしますが、今後ともどうぞよろしくお願いしますということです。ねえ、これも僕ね、朗読ノート第2版っていうサブチャンネルを作って、で、どんなんなら OK なんだろうみたいなことでいろいろ検証をした末に、まあ、トークが入ってて画面が動いてれば大丈夫だろうみたいなことで、そちらを収益化させて、で、こっちも朗読ノートの方もその方式で作り直そうとしていたところだったんですよ。で、少しずつ始めてて先は長いなと思っていたんですが、なんか朗読系のね、YouTube をやってる方が、特に変更はしてないんですけど、それこそこの前コラボしたマスターさんとかなんですけど、マスターさんから、特に変更していないんですが、収益化が通りましたっていう、ご連絡がいただいてですね。で、え、本当ですかと。じゃあ僕もダメ元で押してみますっつったら、収益化通ったんですね。何なんでしょうね。本当に。何なのかよく分からず4月に泊まり、何なのかよく分からず7月に帰ってきたという状況なのでね、まあ、とても嬉しいんですけど、同時にとても謎が深まったというか、YouTube の方でね、なんでしょう、朗読チャンネルが一斉に止まった時に、おそらくいろんなチャンネルの視聴者の皆様から YouTube の方に、それはおかしいんじゃないかってフィードバックを入れていただいたりとか、そういうお力がね、多分効いているんだろうなと思います。そこから YouTube の方もなんかちょっと見直すかみたいに動いたと信じたいですね。なので、復活したのは本当に謎ではあるんですけど、少なくとも皆さんの、お力があったというのは間違いないと思うので、ここで改めてありがとうございます。なんとか続けていけそうです。ということで、お礼をお伝えしようと思っておりました。というのが一つです。はい。で、もう一つなんですけど、まあ、今回のね、この YouTube の収益が停止するっていう事態、まあ、これは恐ろしいことだなと思いまして、で、この先もね、ないとも限らない。この先また不意に止まることがないとも限らないと思って、で、また収益化復活させるまでにも随分時間がかかりそうだなと思って、僕はクラウドファンディングっていうのをちょっと挑戦というか作成してみたんですよ。そうそう、皆様からなんか幾ばくかのご寄付をいただいて、それを自分の活動に役立てるぞみたいな、まあ、平たく言うとそういうやつですね、クラウドファンディングなんですけど、そのクラウドファンディングサイト、キャンプファイヤーっていうとこなんですけど、そこに登録しまして、1個ですね、プロジェクトを作成しました。で、なんかクラウドファンディングって目標金額があって、ここまで達成したら、作成しますとか、そういうことがメジャーだと思うんですけど、キャンプファイヤーの中でコミュニティという機能がありまして、これはあれなんですね、目標額とかじゃなくて、月額課金、継続課金、まあ、サブスクみたいなもんですかね、の、登録ができるということだったので、月額500円。もっとね、安く設定できるとよかったんですけど、500円からしか始められないみたいなので、その中では一番低い金額の月額500円の継続課金型プロジェクトということで、オーディオブック作成のご支援をお願いしますというのを、作ってみました。はい。なんかね、これから活動を続けていく上での、軍資金になれば
いいなとは思っているんですが、まあ、こちらの、ね、収益化も再開したので、なんでしょう、あっちでもこっちでも資金集めみたいなことに思われたら良くないなとは思ってるんですが、その、なんでしょう、月額課金で、ある程度、僕がやっていけそうだなと思う金額が集まれば、ひょっとしたら、この YouTube チャンネルの、まあ、少なくとも途中広告は省けるんじゃないか、とか、あるいは広告全然出なくできるんじゃないか、とか、まあ、わかんないですよ。そうしますって言ってるわけではなく、様子を見てできたらそうしたいなっていうぐらいなんですけど、そういうこと、皆さんにとってもプラスになるようなことができたらなと思っていて、あとは、本当に、なんでしょう。この前のマスターさんとのコラボレーションみたいな感じで、僕が、どなたかに声をかけて、まあ、特に演劇の知り合いも多いので、役者さんに声をかけて、なんか、戯曲とかを読む。で、YouTube に動画を出す。で、僕はその役者さんに、まっとうな出演料を払うっていうような、システムを、なんか、このクラウドファンディングでうまく動かしていけたら、ハッピーだな、と思ってるんですよ。うん。なんか、なので、そういうようなことに使いますという感じですね。本当に平たく言うと、月額500円のファンクラブみたいなものを始めましたということです。前もね、この YouTube のメンバーシップで月額500円でやってたんですけど、その時に特典を用意してたのがね、まあ今やってる下読みノートっていうのをメンバー限定でやってたんですけど、あれもね、普通のチャンネルで顔出してやり始めちゃったので、メンバー特典にもならんな、これは、と思って。だからメンバーシップの方なんですけど、まあ、そう、収益化が3ヶ月停止してたので、メンバーシップ自体がなくなってしまったんですね。なので、加入していただいた方々、本当に申し訳ありませんという感じなんですが、メンバーシップ消滅してしまいました。はい。で、じゃあ500円ので再開するかっていうと、ちょっとそれに見合う何かを作れなそうなので、まあ、もう一度やるとしても、月額100円とかで、絵文字が使えるよぐらいの、本当に、なんでしょう、大したことないやつ。大したことないやつって自分で言うとあれですね。そのぐらいの特典のものになるかなと思います。ねえ、なので、本当にすいませんなんですけれども、うん、そんな感じでございます。で、こちらの何でしょう、クラウドファンディングなんですけど、クラウドファンディングってリターンという、まあ、お返しがつきものなんですね。支援いただいた、じゃあこれをやりますっていうことで、私もね、何を設定すればいいかなって考えたんですが、こういうことにしました。これから動画を作っていく中で、動画の終わりにですね、この番組の提供はという感じで、そのコミュニティに参加してくださった方々の名前を、お呼びして、クレジットを出すというコーナーを作ろうかなと思っております。まあ、映画のエンドロールみたいな感じで、思っていただければいいかなと思うんですが、このチャンネルの運営に協力してくださってる皆様ですということで、まず、お名前をお呼びして、クレジットを表記するということをやっていこうと思います。あとですね、LINE オープンチャットという LINE を使ってる方が参加できる、なんか、なんでしょう、みんなの掲示板みたいのがあるんですけど、そこにそのメンバーの方だけ入れる掲示板を作りまして、でなんか僕の活動の、最新情報とか、そういうのを流していく、あるいはなんか、なんでしょうね、なんかリクエストありますかとか、そういうようなことをちょっとお聞きしていったりするような場として運営していくつもりなんですけど、そこに、入れるリンクを送りますという2つの特典を用意しております。はい、ということなので、まあね、月額500円ってもう少なくない金額だと思うので、本当に気が向いた方はという感じで、全然大丈夫なんですけれども、まあ月1冊私に文庫本をプレゼントするような気持ちで
そんなね、月一冊文庫本プレゼントしたりしないですもんね。うん、ということなんですけれど、そんなクラウドファンディングを始めましたということでございます。なのでこの動画の終わりにもですね、早速登録してくださった方がいらっしゃるので、ちょっとこんな感じのものを各動画の終わりにつけようと思ってますということで、つけておきます。はいですね。だからその収益が復活したよというのと、クラウドファンディングを始めたよという2点なんですけれども、まあ、今後の何でしょう、この朗読ノートに関してなんですが、まあ相変わらず朗読をやっていきますというのと、あとね、やっぱり復活したとはいえですよ、本当に心とか人間失格カッパとかね、三四郎とかこの辺私のチャンネルの中でもかなり再生回数が上のやつなんですけど、その辺を消してしまう前でよかったなって本当に思ってます。ね、消しちゃうとどうしても再生回数はその分はゼロになってしまうので、だからちょっと何でしょうね、早め早めに手を打ちすぎなくてよかったなって思ってるところもあるんですけど、そうそう、ただ今後作っていくものに関してはやっぱり何でしょう、ある程度画面が動いてた方が望ましいんだろうなっていうことは思っていますので、まあ、相変わらずなんかね、サムネイルみたいなものの背景に私が朗読してる風景みたいなものの動画を組み合わせていくというような感じで、朗読が流れてる間は進むようにしたいと思います。で、また何でしょう、私の一言コーナーみたいのも挟もうと思ってるんですけど、これも用心のためになんですが、これもね、今まで冒頭につけてたんですけど、後書き、編集後期みたいな感じで、お尻、作品の終わりに、なるべく皆さんの何でしょう、朗読体験、文学体験を邪魔しないような感じの位置に、挟もうと思ってます。なので、朗読があって、私が少しお話しして、そこから、この番組の提供はっていうのがあって、いつも通りの終了画面みたいなことの構成が増えていくんじゃないかなと思います。これもね、まだ一個もやってないので思いますなだけなんですけど、そのような感じで運営していこうかと思っておりますので、皆様引き続きご愛顧のほどをお願いできればと思っております。そうですね、本当にね、だからそんな感じで作っていくので、やはり更新ペースはやっぱり多少落ちてしまうかなという感じがします。なのでね、今まで本当に習慣でやってたようなこと、週刊連載的にやってたことも分量まとまったら出すみたいなことになってしまうとは思うので、ちょっとね、更新頻度は落ちていく、相変わらず落ちていくとは思うんですが、週で聞きたいという方は動画概要欄にいろいろ貼っときますので、そう、ポッドキャストっていうのを使い始めていて、そちらではね、習慣でなるべく聞けるようにアップしておりますので、よければちょっと覗いてみてください。はい、そして、作りましたサブチャンネルの方なんですけど、そちらではですね、何でしょう、まあ、朗読も多分アップしていくとは思うんですけど、それ以外のコンテンツみたいなことを増やしていこうかな、ちょっとと思ってます。せっかく作ったので。なので、なんか例えばですけど、私が映画見た感想とか、あるいは朗読として配信するのはできないけれども、面白い本を読んだよみたいな感想とか、そういう感じをメインにしていこうかなって思っております。またね、なんかこんなことやってほしいみたいな企画アイデアみたいなものがあれば、どしどしコメントください。皆さんと一緒に運営しているというか、皆さんと一緒に作っていく、味わっていくような気持ちで、やっているチャンネルですので、どんどんご意見ご感想などいただければと思います。はい、ちょっと長くなってしまったんですけれども、お知らせ2点ですね。収益化復活、そしてクラウドファンディングを始めたよというお話でございました。
お付き合いありがとうございます。本当に、今後とも朗読ノートですね、よろしくお願いします。ありがとうございます。このチャンネルは明美様、四季様の提供でお送りしました。